で、そのインド旅行っていうのはね、ネパールも素晴らしかったんですけど、インドっていう国はね、ものすごく奥が深いというか、かなり印象的に、印象のに残ってますね。今まで私たちがいろんなところで勉強してきた美術なんだけども、インド、ネパールの、仏教美術になってしまうんだけども、これと出会ったっていうのは衝撃的でしたね。なんかこう欧米中心の、美術の見方、考え方、それがね、こういう表現もあるんだと、こういう作り方、考え方もあるんだっていうのをね、インドネパールで、かなり、出会って、それ私にとっては衝撃的でしたね。そこである意味、ああ何やってもいいんだと、自分の思うように作品作り続けることもそれでもいいんじゃないかと、本当に自分の思うように考えたようにやっていいんじゃないかと、そういう思いをインドの各地を回って感じましたね。みかんでもいいやと、いろんな意味で完成度とかね、求めるんじゃなくて、もう途中でもいいやと。それどういうことかというと、インド国内旅行してて、つくづく思うのは、なんかもう途中で、作るのをやめちゃったような、仏像とかね、彫刻とかいろいろ目にするんですけども、そういうのがとっても心に、残ってます。何よりも、インドのいろんな地域、一番びっくりしたのは、インド旅行してて、まあお金、お札を使うんですけども、インドで発行されてるお札のには、なんと、何カ国だったっけかな、かなり多くの、言葉がね、言葉で、お札が印刷されてるわけですね。つまり一つの国なんだけども、それだけ多くの言葉を使う人が住んでるっていう、でそれが一つの国としてまとまってるっていう、まとまってるかどうかはちょっとあれですけども、成り立ってるという、これは素晴らしいことじゃないかなと私は個人的に思いました。ある意味27、28だったと思うんですけども、インドネパール結局3ヶ月ぐらいあちこち歩いてきたんですけども、私にとっては何かその旅行がある意味自分の制作の上での転機になったんじゃないかなっていう、そういう気は今でもしてます。今日はただひたすら掘ってるところと、私の若い頃の話で、まあ思い出話になっちゃったんですけども、
そういうことを実は考えながら小口木版画を彫ってるという、いろんなことを考えながらビュランを動かしてるという、今拙い言葉で喋ってるようなこと、考えながら小口木版画彫ってるんですね。いろんなことを思い出します。いろんな、これから先のいろんなことを考えてます。どういうことかな、まあ静かに自分と対峙できる時間、それを持てるってことがね、私にとっての小口木版画の最大の魅力っていうか、まあ最大の魅力かな。でもう 40、50 年続けてこれたっていうこともその辺にあるんじゃないかなと思ってます。今掘ってるナスの三度小屋温泉、タバコ屋旅館の版画ですけども、おそらくまあ掘り上げるまで1ヶ月ぐらいかかると思うんですけども、まあ時々進行状況をアップしようと思うんで、まあ興味のある方はどうぞご覧になってください。これまでご視聴ありがとうございました。